ボールズグラフの戦いは、南北戦争の初期、1861年10月21日に、バージニア州ラウゾン軍で、北軍ジョージ・マクレラン少将の北バージニアにおける、作戦の一部として行われた戦闘である。その後に続く戦闘と比べると小さな戦いだったが、1861年の東部戦線では2番目に大きな戦闘であり、その後で、 北軍指揮系統に余波が及び、戦争中のアメリカ合衆国憲法下での3、憲分立の問題を引き起こした。この戦闘に先立つこと数週間、マクレランは全北軍の総司令官に昇格し、第一次ブルランの戦いから3ヶ月経ったこの時は、バージニア州への侵攻のために、ポトマック軍を作り上げている時だった。1861年10月19日、マクレランは、 ジョージ・エマッコール准将にその手段でリーズバーグの12マイル南東にあるバージニア州ドレーンズビルに進軍し、南軍のネイサン・ジー、シャンクス、エヴァンス大佐がリーズバーグは放棄した可能性がある。最近の南軍の動きの目的を探らせるように命令した。エヴァンスは実際に10月16日から17日にかけてリーズバーグを離れたが自身の判断でそうしていた。 南軍の PGT ボーリガード巡将がこの動きについて不快を表明し、エヴァンスは戻った。10月19日の夜、エヴァンスは町の東、アレクサンドリアからウィンチェスターに繋ぐターンパイクに防御的陣地を置いた。マクレランは同じ夜にマッコールと相談するためにドレーンズビルに来て、マッコールには翌朝主要宿営地であるラングレーに戻るよう命令した。 マッコールはその地域の道路地図を完成させるために、シワシの猶予を要請し、その結果、10月21日朝まで、ラングレーに向けて出発しなかった。それは、ボールズブラフの戦いが始まろうとしている時だった。10月20日マッコールがその地図制作を完成させる。一方で、マクレランは、チャールズ・ポメロイ・ストーン巡将に、南軍がどのように動くかを見極めるために、 マクレランが軽い人行動と呼ぶものを行うよう命じた。ストーンは他の部隊がポトマック川沿いに陣取っているエドワーズ渡し場まで部隊を進め、その砲兵隊に南軍がいると思われる陣地を砲撃させ、日が暮れる直前に第一ミネソタ志願不評連隊の約100名をバージニア州側の向こう岸に短時間渡らせた。この行動に対してエヴァンス大佐側からは、 何の反応もなかったので、ストーンは部隊を、その宿営地に呼び戻して、軽い G 行動は終わった。ストーンは続いて、第15マサチューセッツ不評連隊のチャールズ・ディブンス、大佐に敵の配置について、情報を集めるために、そこで川を渡って偵察隊を送るよう命じた。ディブンスは、ジェイス・フィルブリック隊員と、約20名の兵士を派遣し、ストーンの命令を、実行させた。 オールズブラフから内陸1マイル近く暗闇の中を進むと経験の足りないフィルブリックは一軍の立ち着を南軍宿営地のテントと見誤り確かめもせずに戻って宿営地の存在を報告したストーンは直ちにディブンスに300名ほどを連れて川を渡り翌朝見通せるだけ明るくなった時に宿営地を攻撃するよう命じたその命令によれば 現在の陣地に戻ってくることとなっていた。これが、ボールズブラフの戦いの始まりだった。その後長く続いた伝統的解釈とは、対照的にマクレランあるいはストーンがリーズバーグを奪取するという作戦から出たことではなかった。最初に川を渡った部隊は、小さな偵察隊だった。その後に襲撃隊と目される部隊が続いた。10月21日朝、 ディブンス大佐の襲撃隊は前夜の偵察隊が犯した誤りに気づいた。襲うべき宿営地はなかった。ディブンスは即座に川を渡って戻ろうとはせず、小立ちの中に兵士を据えて、ストーンに新しい指示を仰ぐべく伝令を発した。ストーンは伝令からの報告を聞いて、第15マサチューセッツ連隊の残り350名が、 川を渡って合流するということを伝令に伝えさせた。ディブンスは増援が到着した時も襲撃目的だった部隊を偵察隊に変えてリーズバーグに向けて進んだ。伝令がディブンス大佐のところに新しい情報を持って戻っている間に大佐でアメリカ合衆国上院議員のエドワード・ディキンソン・ベーカーがストーンの宿営地に現れ朝の出来事について知った。 ベーカーはその事件までどの戦闘にも関わっていなかった。ストーンはベーカーに宿営地に関するご情報を伝え、ディブンスには偵察目的で援軍を送ったことも伝えた。ストーンはベーカーに都下地点まで行って状況を判断し、すでにバージニア州にいる部隊を引き返させるか新たな部隊を送り込むかを判断するよう指示した。ベーカーはその命令を実行するために上流に向かい、 リブンスの伝令が2回目に戻ってくるのに出会い、リブンス部隊が敵の第17ミシシッピ不評連隊の一個中隊に遭遇し短時間交戦したことを知った。ベーカーは即座にできるだけ多くの部隊を集めて川を渡るよう命令したが、そのためにどれだけの船が利用可能かを判断せずに命令していた。すぐに行き詰まりになって北軍はゆるりとかつ少数での三河を渡せることになり、 とかは、終日続くことになった。一方、ディブンスの部隊は、その前進した位置に止まり、増え続ける南軍の部隊とさらに2回の小競り合いを演じ、他の北軍の部隊は川を渡ったが、崖の近くに陣取り底から進まなかった。ディブンスは、ついに午後2時に撤退し、30分前に川をやっと渡った上川の部隊と出会った。 三時頃から戦闘が激しく始まり暗くなった後まで続いた。ベーカー大佐が午後四時半頃に戦死した。今でもベーカーは戦闘で死んだ唯一のアメリカ合衆国上院議員となっている。北軍は崖の周りのその制限のある陣地から抜け出そうと不毛な努力をした挙句、いくらか山を乱した形で川を渡って戻り始めた。暗くなる少し前、 新しい南軍の連隊が到着して、猛襲の中核となり、ついには北軍を破って、回送させた。北軍兵士の多くは、ボールズブラフの南端にある険しい斜面を、転げ落ち川にはまった。ハリソン島に戻ろうとする船は、まもなく浸水し転覆した。負傷兵を含め多くの北軍兵が溺れた。戦闘に続く日々に遺体が、下流のワシントン DC やさらには、 マウントバーロンまで流れ着いた。全体で北軍兵の223名が戦死し、226名が負傷、553名はその夜にポトマック川岸で捕虜になった。北軍の公式記録では、この戦闘で49名のみが戦死したことになって、いるのは注目すべきであり、この誤りはおそらく翌日急戦の旗の下に川を渡った。 北軍埋葬部隊の記録を読み誤ったことから起こったと考えられる。北軍兵44名は、ボールズブラフ戦場跡を呼び、国立墓地に埋葬され、このうち1名のみが識別されている。この北軍の敗北は、南北戦争のその後の戦闘に比較して小さなものだったが、軍事関係者の内外にかなり広く影響を及ぼした。現職上院議員を失ったために、 ワシントンではいくつかの政治的影響があった。ストーンはこの敗北のスケープゴートにされたが、アメリカ合衆国議会議員は合衆国裏切る、陰謀があったのではと疑った。その後の激しい抗議や、なぜ北軍が第一次ブルラン、ウィルソンズクリーク及びボールズブラフで敗北したか、知りたいという願望が、アメリカ合衆国議会、両院合同戦争遂行委員会の設立につながった。 この委員会は戦争の残り期間北軍の士官を悩ませ、好位にある将軍たちの間で扱いにくい政治的、内輪もめにつながることになった。第20マサチューセッツ志願不評連隊のオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア中尉は、ボールズブラフで致命傷に近い傷を負っても生き延び、1902年にはアメリカ合衆国最高裁判所売席判事になった。ハーマン・メルビルの死、 ボールズブラフマイナス幻想は、この戦闘を記念する字である。戦場跡は、今日かなり草木に覆われたが、ボランティアの絶え間ない努力で草木を除去し戦場の解説を容易にしてきた。そこは1984年にアメリカ合衆国国定歴史史跡を宣言され、ボールズブラフ戦場跡を呼び、国立墓地として保存されている。公演は、 北バージニア地域公演局によって維持されている。ありがとうございます。